事件地域の地図2009年のパキスタン陸軍ヘリコプター未 -17 墜落事件は2009年7月3日にパキスタン北西部の連邦直轄部族地域大楽財管区で発生したヘリコプター墜落事件である。墜落したヘリコプターはパキスタン陸軍が所有する中型多目的ヘリコプター未 -17 であり、搭乗していた41人全員が死亡した。 墜落の原因について、パキスタン軍は、技術的欠陥によるものと説明したが、いくつかのメディアは過激派の活動による、墜落であるという地元民の言及を報じた。墜落地点は、ペシャーアワルから 20km の距離にある、ジャパーフェローズケールであり、暴落在管区とハイバル管区の境界付近であった。この地域は、人里から離れており、また過激派の支配地域であったことから、 救出活動を困難なものにした。公式説明では死亡した兵士の数は26人とされたが、他の報道では41人が登場しており、その全員が死亡したと報じられた。その中には、準軍事組織である、辺境集防衛部隊の隊員が19人が、含まれており、加えて18人の軍関係者と4人の運航乗員がいた。 ヘリコプター未マイナス17機の最大収容人数は、通常、乗客32名が限界であった。搭乗者の多くは、休暇に行く予定であった。墜落したヘリコプターは、パキスタン北西部のアフガニスタン国境沿いにある、連邦直轄部族地域クダム管区の本部、パラチナルから出発し、パキスタン北西部カイバル・パクトゥンクワ州の州と、ペシャーアワルへ向かう予定であった。 この地域では以前から過激化による地上からの砲撃を受けたヘリコプターがあり、4人の死傷者が発生したとの未確認報道がなされていたが、軍統合広報局はこれを否定した。墜落発生当時、この地域ではイスラム組織アルカイダと関連のある過激派に対する作戦が進行中であった。過激派は航空機を撃墜し、イスラム組織ターリバーンが 操縦士を捕獲したと主張した。仮にこれが事実である場合、この墜落はイスラム組織とパキスタン軍の衝突における最初の撃墜事件である。陸軍参謀長、アシュファクキアには調査を命じたが、墜落事件と過激派の砲撃の事実関係について、いくつかの憶測を呼び起こした。事件現場地域が過激派の軍事拠点であったという事実、 そして過激派が低高度の航空機を砲撃可能な 12.7mm 機関銃を所持していたことに基づく推論であった。戦闘ヘリコプターや輸送ヘリコプターは通常地上からの砲撃を避けるため高い高度を飛行します。公式発表では実際の原因を特定するまでにしばらくの時間がかかるだろうと述べられた。これは長期にわたる課題です。 操縦士が緊急着陸を要請していたとの情報もあり、化石災が原因であるとも述べられた。墜落したヘリコプターは山岳の上を低高度で飛行していたとの証言も挙げられた。事件当時、この地域の天候は良好ではなかった。公式発表によると、天候は悪く、ヘリは低高度を飛行していた。悪天候が原因であると判断することも、 化石災が原因であると判断することも、どちらとも可能です。しかしながら、私たちは残骸を回収するまで、明確な回答をすることはできません。事件後、イスラム組織ターリバーンは、ペシャー・ワル近郊のブラック・ガンラ・アダム・ケール付近において、墜落との関係性について主張を行った。ムハンマドと名乗るターリバーンの報道官は、フランス通信社を呼び、次の通り述べた。 私たちはヘリコプターを撃墜した。これは南、ワジリスタンにおける、パキスタンの軍事行動に対する報復である。パキスタン軍の報道官はこれを認めず、原因について、技術的欠陥によるものと繰り返した。報道官はさらに、次の通り述べた。タリバーンの過激派は、しばしば誤った主張します。ありがとうございます。